チキン怖いね。というわけで今回もセンチャーでやっていきましょう。で今回やっていく商品はこちら、フルーチェ。ムニムニ触って気持ちいい、おもちゃになって登場。とまあこんだけ種類あるんだけど、こんだけ種類っていうか種類は2種類しかないよ。だからよく見てもらったら分かるんだけど、こっからね、透明の輪っかがついていくから、まあ一発ゲットもあり得るっていうことで、まあ即ゲットしていきましょう今回も。というわけでいくぞ、1回目いきます。とりあえずこんだけ種類あるからな、ちょっと悩むね。まあ近いあのブルーベリー取りましょう。縦になってるからな、ちょっと厳しいか。さあ注目すべき第1回目あれこれはもう普通に取った方が早いのではないか、もしかしたら。いやでも待て、これ取られたことによってあの輪っかが縦になった。それが俺の今の作戦。2回目いきます。こういうとこよね、やっぱり俺の注目するべきところは。はい、もろた。さあ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 、うん、そう、なるほどあー、さらにいきます。あそこで決めたらかっこよかったんけどなこの、あーちょっともう一回、でもこれデジャブじゃない、もう一回同じ目進むじゃん。あ、しかも奥すぎた。かーかっこ悪い。4回目いきます。こ、なんだ、あ、い、いける、いける、いった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 、はい、いった。よっしゃ、オッケー、ゲット、よしよしカッチ。はい、というわけでゲットドス、フルーチェ。フルーチェ食べたくなってくるね。まあね、まあこれイチゴと、まあ、ブルーベリーとあるけどさ、まあ、俺とりあえず今食べたいのはブルーベリーってことでブルーベリー取りました。まあ攻略法としては、これ一回倒したらこう輪っかがこういう状態、こういう状態になったら取れそう、取れそう。俺はこうやって取った、それが俺のここよ、ここここ。だけどまあ皆さん、フルーチェ食べたい人はぜひこれ取ってください。スーパーに行かずに本物を買うよりはこれを取ってみてください。だけどチーズでした、バイバイ。もちろん狙いは、狙いはイチゴとブルーベリー。イチゴとブルーベリー、お、ニコ取り、ニコ取りです。男らしいね。アッセンピーゲットーって感じで。なるほど、そんなにね甘いもんじゃないよ。おいしいな。フルーチェだけにな。うんうん、はい、ごめん、はい、この手前のいちごとブルーベリー。ああなるほど、はい。あ、ブルーベリーいけそう。マジ、はい。あああ、いや、おとなしくあのザベリー狙った方がいいんじゃない。はい、輪っかを使わず容器で取る。お、なかなか反抗的やねさあどうなるどうなるどうなる。やばいっすよ、容器が潰れない。あ、あ、再生そうそうそう、はい、じゃあもうおとなしく輪っかに通します。じゃあそのためにつけてるからね。あ、はい、店側のご好意です。はい、もう輪っか通しません。何？行きます。あ、え、え、え、やばいやばいやばい。やばい。やばいやばいやばい。え、ちょっと待って。そんな、じゃあ新たな輪っか開発にやめてや。ちょっと待って。やばいやばい。振動でなんか倒れてるもろもろ。そう。え、やばいな。マグニチュード3でやってる今の。ちょっとやばい。待って待って。焦る。まあ、つまりあれだね、はい、輪っかを通さなくても取れる。なるほど、はい、すごい、もう容器までがフルーチェ。じゃあ最後に感想。はい、これ容器も食べれるかな、柔らかいからね。はい、どうです、なんか大丈夫です皆さん、チャンネル登録は済みですか。もしこの動画を気に入ってくれた人は下のチャンネル登録のアイコンまでクリックしてください。あとコメントや高評価もぜひお願いします。